愛国心を回復させます学校への教育自分たちの国を愛し歴史を尊重し偉大なアメリカの国旗に敬意を払うことを教えます常に私たちの旗を尊重することつまり私たちのマガ運動アメリカグレートアゲンは我が国の歴史の中で群を抜いて最大の政治運動です 彼らはは決しししてそれににまませせん。ん。くべきことに挑戦したことと挑戦たありません私が何かを言っても彼らはそれに異議を唱えませんでした少し悪いことを言ったとしても彼らはそれに挑戦することができるのに私たちは共に国民がこれまで見た中で最も威嚇的な勢力定着した利益悪質な敵に立ち向かっています国外に大きな危険があるにもかかわらず私たちの最大の脅威は国内からの病気で不吉で邪悪な人々のままです 誰について話しているのかわかりますよね常に見ていますよね私たちが戦っている腐敗した求心的な左翼民主党員がどれほど大きく強,強力であったとしてもこの国が彼らのものでないことを決して忘れてはなりませんこの国はあなたのものです国民のものですここはあなたの家です代々受け継がれてきた財産ですアメリカの自由は神から与えられた権利です アクロンからトレドへ、クリーブランドからコロンバスへ、ヤングスタウンからデトロンまで、デイトンまで、あなたは彼がとても愛した最愛の国のために全てを危険にさらした何世代にもわたるアメリカ人の遺産を受け継いでいます。オハイオ州は、ニール・アームストロング、アニー・オークリー、そして偉大な将軍、ユリシーズ・ S ・グラント大統領のような英雄、伝説を私たちに与えた州です。 ここは農民兵士鉄鋼労働者熟練した職人の軍団を与えた州です眉の汗と肺骨の強さでこの国を建てました彼らはとても苦しんだしかし彼らはまた私たちに非常に非常に特別な何かを与えてくれました魂の良さおはようの先祖は戦いました障壁を打ち破りました 道の危険を克服しましまた道のフロンティアに入りアメリカを世界史上最大の国にしました。 しかし今私たちは衰退している国です。私たちは失敗した国です。私たちは50年間で最も高いインフレ率を持ち株式市場が1872年以来最悪の上半期を終えた国です。同様に私たちはその歴史の中で最も高いエネルギーコストを抱えている国です。私たちはもはもやほんのの年前のようにで エネルギーの独立やエネルギーを支配したりすることはありません私たちはベネズエラサウジアラビアその他多くの国々に石油を懇願している国ですどうかどうか私たちを助けてくださいジョー・バイデンは言います世界の他のどの国よりも多くの液体の金が足元にあるのに私たちは過激な左翼の グリーンニューディールに消費されている国ですグリーンニューディールが完膚なき破壊につながることは誰もが知っています私たちは遠くまで行くことができずコストがかかりすぎるにもかかわらず指導者がすべてに電気自動車を要求している国ですそのバッテリーは中国で生産されており米国で無制限の量のガソリンが安価に手に入り中国では利用できないときに中国でのみ入手可能な材料を使用している国です 私たちは米国での石油探査と生産を終了した国です。石油の価格が史上最高に達したのと同じように、他にどのような国がそんなことをするでしょうか。私たちはアフガニスタンに降伏した国です。亡くなった兵士、アメリカ国民、そして850億ドル相当の世界で最も優れた軍事装備を残したままに。私たちは ロシアがウクライナという国を荒廃させ何十万人もの人々を殺すことを許した国ですそしてそれは悪化するだけです最高司令官としての私だったなら決して怒らなかったでしょう4年連続でそれは起こりませんでしたそして中国と台湾が次です私たちはかつてないほど反対政党に対して法執行機関を武器化した国です 悪い選挙を変える事実を提示することを許可せず100万ドルを払ってドナルド・トランプについての嘘のフィクションを書くよう提案しそれが事実だという国梅田狩人殿の地獄からのラップトップがロシアの偽情報であり FBI がそれを知っていたにもかかわらずトランプを手に入れるために男に20万ドルを支払う連邦捜査局があります。 行為の調査を拒否する司法省私たちには国の歴史の中で最悪の大統領であり認知障害があり指導する状態がなく現在第三次世界大戦であるロシアとの核戦争についてさりげなく話している男がいます以前のどの戦争よりもはるかに壊滅的な戦争それについて話したい人などいない平気 私たちはもはや自由な報道を持たない国です。偽のニュースはあなたが得るすべてであり、彼らは確かに人々の敵です。私たちは言論の自由がもはや許されていない国です。犯罪が蔓延しかつてないほど制御不能になっている場所。そして2020年よりも2021年に流行り伝染病で亡くなった人の方が多い場所。 私たちはイランが巨大な核兵器を製造することを許可し、C 国が私たちから奪った何兆ドルものお金を使って私たち自身に匹敵する軍隊を建設することを許可している国です。そしてちょうど2年前私たちはイラン、中国、ロシア、北朝鮮を抑制しました。彼らは私たちに対して何かをするつもりはありませんでした。それは誰もが知っています。 彼らは私たちをかつてないほど尊敬していましたおそらく最も重要なことは私たちはもはや世界中のどこからも尊敬され耳を傾けられていない国ということです私たちは多くの点で冗談になっている国です私たちは信教の自由言論の自由信仰に敵対する国です私たちは経済が破滅の汚水だまりに崩壊している国です 私たちの素晴らしいサプライチェーンは壊れており配達が来ず店舗は在庫がない国教育システムはすべてのリストの一番下にランク付けされている国です私たちはサディスティックな犯罪者や泥棒の大群が店に押し入り公然と強盗し転用を出し顧客を殺すことが許されている国です武器いっぱいの商品を持って去りますが報復はありません 私たちの偉大な警察の権威が奪われたところ彼らの家族と年金が脅かされているところ法執行機関という言葉に言及するだけで彼らの生活が破壊されている国です私たちは人々が無実の人を殺め強盗殺人を犯しレイプすることが許されている国です彼らはキャッシュバックがなく数時間のうちに再びそれを行うことが許され通りに戻ってきます 私たちはフェンタニルや他の全ての形態の違法薬物が美しい小さな赤ちゃんのための粉ミルクよりも入手しやすい国です。かつて崇拝されていた空港は汚れていて混雑混乱していて見苦しい恐ろしく混乱している国座って何時間も待ってから飛行機が出発しないことを通知されいつ出発するかも分かりませんチケットの価格が3倍になった場所 飛行機を飛ばすパイロットがいません。彼らは資格のある航空管制官を持っていません。そして、彼らは自分たちが何をしているのかさえわかりません。私たちは自信、意志力、強さを失った国です。道に迷った国です。しかし、私たちはこの恐怖が続くことを許すつもりはありません。 2年前、私たちは偉大な国でした。私たちは再び偉大な国になるでしょう。しかし、明日の非常に重要な致命的ですらある不代でれを損なうことはありません。 そして最も強い言い方をすれば、これは具体的には国を救う札入れであり、私が名前を挙げようとしているすべての人々の札入れを含みます。私は1月15日火曜日、フロリダ州パームビーチのマーラー語で非常に大きな発表をする予定です。 私たちは何も望んでいません。明日の重要性を損なうようなことは。JD? だから私は人々のリストを読み上げます。そして彼らは非常に刺激的な人々なので、あなたはそれが非常に本当に刺激的であることに気づくと思います。最初に JD ・バンズを選出する必要があります。オハイオ州の上院。 ジム・マルシア・クリスティーナからも「この国を築いたのはあなたのような勤勉な愛国者でした。そして私たちの国を救おうとしているあなた方のような勤勉な愛国者たちでした。私たちは急進左派の民主党員に立ち向かいかつて誰も遭遇したことのない戦ったことのないアメリカのために戦います。 登れない山はありません。到達できない頂上はありません。出会えない挑戦はありません。得られない勝利はありません。くじけません。屈しません。壊れません。譲りません。決して屈服しません。決して諦めません。決して、決して、決して引き下がることはありません。私たちが自信を持って団結し、大義に忠実である限り、 私たちが戦っている暴君は私たちがアメリカ人であるためチャンスさえありませんそしてアメリカ人は神だけにひざまきますサイレントマジョリティが戻ってきてかつてないほど強くなっています私たちは国を取り戻します 皆さん私たちが一緒に歩んでいるこの素晴らしい旅は始まったばかりです偉大さ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 再び偉大になることについて話し始める時が来ました私たちの国のために私たちは一つの運動一つの人々です一つの家族そして神のもとにある一つの栄光の国 今夜ここにいるすべての人そして私たちの国中の国民の助けを借りて私たちはアメリカを再び強くします。私たちはアメリカを再び豊かにします。私たちはアメリカを再び強くします。私たちはアメリカを再び誇りあるものにします。私たちはアメリカを再び安全にし、 アメリカを再び偉大にします。ありがとう、おはよう、ありがとう。